この間東西線で目の前でターゲットしている子に席を譲りました。どうも加古川です。一致やつやな。はい、チリ選択のやつ、だいたい性格悪い、はい、あれ誰のこと言ってる。お前やで。センターチリ97点で売ってるんやけど、うん、なんか今全否定されたな、うん、半額ゲッターズの2人事件遍歴わー。はい、はい、ということで前2人で動画を撮ってそれを1回おもんなすぎてボツにしたやんな。言うな、そんなん言うな、ボツにしたやんな。それで今回ちょっと撮り直しということで、じゃあこの2人がどういう事件を遍歴をして今の大学に来たかっていうのをちょっと紹介していきます。はい、じゃあまずは木口くんから。はい、僕からいきます。はい、まず僕が受けた受験校について話していきたいと思います。はい、僕は早稲田大学の、教育小学部社学受けました。はいはい、早稲田3つ受けたよね。早稲田3つ受けて、教育学部、はい、工学、お小学×あ、はい、かなかった。で社学に関してはちょっと、試験官の人がちょっと可愛くて集中できず、はいはいはい、マイナス40点ね。で落ちる、不合格か。記念受験です、はいはい、社学は。なるほど、早稲田が第一志望みたいな感じで。そうだね、まあ第一志望かって、まあ一応他にも明治受験勝者受けてて、これは全部受かってます。おー、はいはい、なるほど、法政です。受けたんよ、法政も。法政も、法政ばかりすんなよお前。いや知らんねん、関西人からしたら。聞いたことないわ。聞いたことあんねん、誰でもあんねん。法政はで、法政は、経営を一般で受けて、センター利用でも経営受けて、まあどっちも受かってます。はい、ああ、さすがに。で、センター利用、協定利用ですね。間違えました。協定利用です。はいはい、協定利用は、まあ、自分 85% くらい。それどれぐらいを言うの、85% っていうのは。めっちゃギリギリっす。あ、ギリギリなんや。85% めっちゃギリギリっす。ほんまか。まあ、ギリギリで、うん、まあ、法政、どっちも買ったよって。はいはいはい、はい。以上です。じゃあ次、加古川の受験遍歴いきます。まあ、早稲田、あの栄養も僕ちょっとせこしようとして受けちゃったんですけど、うん、一般で行くよ。でまず栄養がこれ10月ぐらいにあって、ちょうどコロナの時やったんで GoTo トラベルでアパホテルを取って、うん、観光して池袋のサンシャインシティとか行って帰りました。国境の結果がまず栄養が全然ダメで、あの不正がバレたっていう感じでダメでした。お前不正したん。まあ推薦で全部不正受験やから、まあ今一般受験のみんな頑張ってると思うんで、うん、一緒に頑張りましょう。そうだね、はい、はい、一般正義やから。凝り固まってるわ考えが。いや今国境の一般が頑張ったんですけどマイナス1点で、うん、ダメでしたね。頑張ったんだけどね。でも文学部文化交差、これどっちもセンター利用でどっちもダメでした、うん。で教育が丸ですね。なんか、まあ、結構この感じだと教育だけ簡単みたいになってるな、うん、いやでもほんまに。あーまあまあまあ、でも教育の時たまたまコンディション良かったっていうことにしてます。本当もそうです。もうどこでもから実力ありました、うん。で、あの過去側はあの滑り止めはなしですね。これで終わりです。男やね。でもう一個受けたいなって思ったのがあって、あのウィッシュっていう寮が早稲田にあって、うん、でこのウィッシュの寮、あの有名なウィッシュね。そう、これであの国際学生寮、あの早稲田インターナショナルスチューデントハウスって、これが倍率30倍ぐらいで自分で受けたとして、でこれに合格してました。おい、そんな作文、そんな勝たんな。小論文とか頑張って書いたから、こっちは。まあ、小論文簡単やからね。小論文は簡単やね。なんかどこぞの慶応とかね。じゃあ2個合格。まあ2個、まあ、まあまあ1個ですね。はい。1個やな。こちらで、うん、過去の受験ネキはおしまいです。受験の小話は木口くんがすごい面白いのを用意してくれたみたいなので、このカンペを見ながら読んでもらいましょう。僕が、成績が急激に上がったきっかけがありまして、ああちょっと聞いてみたいな、それは。受験期の3年の6月に、五輪狩りにされて。五輪狩りっていうのは、本当に写真あるんですけど、あ、これこんな感じで、こんな感じ出ますね、はい、出るんですか。こんなこの髪型になって、一切もう恋愛ができない状況になって、もう勉強だけにもう集中できるっていう。あ、じゃあそれまでは恋愛をして、うん、勉強がおろそかになっていらっしゃった。一切しなかったです。こ
これが樋口くんです、はい、より勉強に集中できるようになったっていうことで、はいはいはい、効率が上がってやっぱ、うん、急激に成績が伸びました。なるほど、みんなも試してみたらいかがでしょうか。いやまあ全然ためならへんもう野球部でももうふさふさになってくる時期やから、うん、この時期は、うんうん、俺だけ野球部より短かったしどんなにドヤ顔すんなそんなんで。じゃあ過去側は、まあ、カンペなしで行くんですけど、うん、俺があったみたいに言うの俺もねえよガッツリ下向いとってまず早稲田の過去問を、うん、大体11月ぐらいから解き始めて、うん、学部とかいろんな学部とかもうその今売ってない昔の赤本とかまで揃えて120、30年分ぐらい解いたなと思います。その塾とか行ってなかったからあの限界があるなと思ってその数でやっぱ勝負しようっていうので、うんうんうん、もう数だけは誰にも負けないぐらいそうやってもうなんだかんだこう上がったり下がったりしながら、うん、こう成績もちょっとずつ点数取れるようになってきて、うん、でもう数で押そうって決めて、うん、で今のこの半額ゲッターズのチャンネルもう毎日引くほど動画が上がるんですけど、うん、めちゃくちゃ上がってるね、まうん、毎日投稿もあの、うん、毎日10本ぐらい上げても、うん、コムドットより上がってる数で勝負しようっていうチャンネルです、ねうんまあ、受験も YouTube も数でいこうっていうそこで学んだんだ、まあ、そうやなこれが原点ではあったから、うん、結構量より質って言うんだけどいやまあ質より量で質より量よ最後にあの2人がどうやってこの1月の辛い時期を、うん、モチベーション保ちながら勉強を続けてきたかっていうのを、まあ、一応受験は成功かなここ2人とも、成功しますかろうじて成功してるかな。教育失敗みたいに言うな、まあ、いやでも自分ではよくやったと思ってますけど、うん、あのどうやってこう勉強続けてきたかっていうのをまず言っていこうかな、うん、菊池くんから。はい、僕がモチベーション保つのは2つあって。あ、2つもあるんや。2つあります。実は2つあります。2つもあるんや。1つ目が、はい、結構やっぱライバルを作ってた。あ、大事かも。塾、同じ塾に、うん、自分と同じくらいの人がいて、うん、もう一緒にその人と勉強したんだけど、はい、そいつより1分でも長く勉強しようみたいな。あーね、うん、そいつに負けないようにやろうっていうので、うん、結構ライバル意識持ってやってたっていうのと、第一志望が早稲田大学だったんですけど、うん、その早稲田大学に入ってもうみんなにチヤホヤされる自分を想像して頑張ってました。もう今めっちゃチヤホヤされてるんや。そしたらいや全然全然ないや。高校でも実らず、うん、大学でもこう、うん、あ思ってたのと違うこんなはずじゃなかったんだけど、まあまあまあ、こういう例外もありますと、うん、たまには。なるほど、うん、じゃあ過去側のまずモチベーションの紹介、まあ過去側もに2つあって、1個はでこういう今もリュックについてるこういう、こう早稲田のこう売ってるやつ、うん、生協で売ってるやつをこういうのを周りに身につけたり、うん、ちょっとないよ、ちょっとステッカー、うん、あのタブレットに貼ってみたりとかやって、うん、早稲田を身近に感じながら、もう一個は、うん、そうあの志望校への思いがやっぱり大事だと思うんで、うん、YouTube で効果を見たり、それこそあの早稲田出てるそのバンカラジオとか、うん、若手 TV、うん、クルクラーとかを見たり、まあ今受験生のみんなが半額ゲッターズ見てくれたら嬉しいかなと思います、うん。まあ、思いを正さないように、その頑張れるという目標があったらすごい頑張れたんで、頑張ってみてください。はい、じゃあ締めを木口くんの方から。俺ね、はいはい、じゃあ、早稲田大学に合格して、はいはい、みんなでモテよう、はい、いやいやいや全然説得力ないで